南相馬市に今年5月オープンした会員制の乗馬クラブ、カリフォルニアライディング。広い敷地の中で本格的な乗馬が可能で、バーベキューなどのアウトドアレジャーも楽しむことができるほか、さまざまな動物たちと触れ合うこともできる乗馬クラブです。こんにちは。こんにちは。今何されてるところですか？今お馬さんたちにお昼ご飯をあげてました。その乗馬クラブでインストラクターとして働く総山由香さん、このクラブ唯一の従業員です。白川市出身の総山さん、乗馬クラブのオープンを機に南相馬市に移住しました。もともと動物が好きだったんですけど、やっぱ地元で働くにあたって動物に携われる仕事がなかなかなかったんですけど、前勤めていた会社がコロナの影響でちょっと残念なことに倒産ということになってしまったので、それをきっかけにちょっと以前動物の関係の携わりたかった仕事に就こうかなと思って、一大決心いたしました。相馬野馬追で知られている南相馬市。原発事故で一部に避難指示が出され、その後大部分で解除されましたが、課題は今も残されています。そうした中で野馬追は地元の人にとって大切な行事の一つです。オーナーの岡崎さんは南相馬市で乗馬クラブをオープンさせたことについて次のように話します。今年の5月からまずはもう乗馬っていうのを誰でも野馬追出ない人でも始められるスポーツ、簡単に始められるスポーツなんですよっていうのをまず分かっていただきたくて。必要な道具はすべてレンタルが可能で、会費も月8000円と一般的な乗馬クラブよりも低く設定されています。その手軽さも手伝ってか人気の乗馬クラブ。総山さんは多い時で1日5時間レッスンすることもあります。馬が大好きっていうのが伝わってくるし、でとっても優しくて、でとっても面白くて、なんかこう教えられてる側も分かりやすく教えてもらって、一生懸命頑張ってるし、教え方もすごく丁寧でね、頼りにしてますよもう、白川市で乗馬愛好会に所属していた総山さん、移住という選択に迷いはなかったのでしょうか？迷いは全くなかったですね。これからオープンということで、すごい、どんな感じでこうオープンまでの道のりっていうか、どういうことをするのかなと思って、それが気になってここに決めました。移住して1年、一大決心で夢をつかみ取った総山さん。馬に親しみのある町だからこそ、多くの人に乗馬の魅力を知ってほしい。総山さんはこれからも南相馬市で乗馬の楽しさを伝えていきたいと言います。ここは野馬追もあって大馬さんたくさんいるので、少しでも興味がある方がいればちょっと遊びに来ていただいたりとか、そこで大馬さんにここで乗ってもらって、ここに来て心がこう安らげる場所になってほしいですね。